株式市場で平均株価が急落しおよそ3ヶ月ぶりに一時1万円を割り込みました平均株価は取引終了の20分ほど前に9999 99円59銭と1万円を割り込みました2月10日に9963円99銭をつけて以来およそ3ヶ月ぶりの1万円割れです きょうの東京市場はヨーロッパの金融市場の混乱が長引くことへの懸念などから売り注文が増えました午後に入ってもアジアの市場が小幅ながら軒並みマイナスとなり積極的に買う材料が乏しく株価の下げは止まりませんでした終値はきのうよりも156円53銭安い1万30円31銭でした